うつ病が治る療養のコツベスト3。今日は伊豆高原宇根展望台からお届けしています。後ろの断崖絶壁の風景がすごいですね。メンタル疾患で治療中の方たくさんいらっしゃると思います。その中でもうつ病っていうのはすごい多いね疾患の一つでございますけども、カバさんのところに毎日30問以上質問が届きますけど、3年5年やってますけど治りませんっていうような質問悩みというものもすごく多いです。じゃあどうやって治していけばいいのかっていうことを今まで過去動画でも100本以上ですねお伝えしてるんですけど、その中でも最も重要な3つの療養ポイントというものをまとめて今日はお伝えしたいなというふうに思います。今日のこのうつ病を治す3つの療養のポイントというものは他のメンタル疾患にもそのまま当てはまりますので、うつ病以外の方もね最後まで見てください。うつ病が治る療養のコツベスト3はエネルギーの無駄遣いをしない。これとても重要ですね。先日ですね、デラさんという人と YouTube ライブをしました。元うつ病経験者で今うつ病から回復してね本を出版されたりするところまで元気になられたデラさん、彼と YouTube コラボをしてデラさんにですね、うつを治すのに一番重要なことって何ですかって聞いたんですよ。そしたらデラさんが答えたのがエネルギーの無駄遣いをしないというふうに答えられました。これはもうすごい重要なことですね。エネルギーの無駄遣いをするからうつになってしまうんですね。うつっていうのは分かりやすく言うとエネルギーの残量がずっと減ってしまってそこから増えなくなってしまうような、スマホのバッテリーが劣化してしまってね、なかなか充電してもエネルギーが上がらないし、あるいはエネルギーが上がっても一気に下がってしまう、これがうつ病の一つの状態なんですね。なので少ないエネルギーを大切に使っていかないといけない。せっかく元気になってきたとしても無理して一気にエネルギーを下がっちゃうとまたうつになってしまう、症状を悪化させてしまうということなんですね。だからこのエネルギーの無駄遣いをしないっていうことがとても大切です。だから人と会うのが大変です、疲れますっていう人は無理して人と会わないようにした方がいい。まだうつのそういう状態であればですね、そういう人と会うのがしんどいっていう状態の人が無理して人と会ったりすると余計に悪くなるわけです。あとカバさんも朝散歩というものをおすすめしてますけども、本当にうつが重たい人は5分10分散歩しただけでヘロヘロになってしまうし、そもそも行けなかったりするわけですから、自分のそういう体力とか今のうつの状態に合わせてね活動していかなきゃいけません。運動した方がいいよってカバさんはいつも言うけども、本当に重症な人の場合は運動するエネルギーすらない場合もあるので、その場合は本当にまだ運動するには早すぎるってことになりますよね。そういったことで今の自分の状態に合わせてエネルギーを温存しながら無駄遣いしないようにやりくりしていくっていうのは結構重要です。逆に言いますと、そういうエネルギーのやりくりが下手でついつい無理をしてしまう人が鬱になってるんですね。だから疲れたら休めばいいってことなんですけど、一言で言うと疲れたら休むができない人が鬱になっちゃってるわけですね。仕事が忙しくて毎日残業残業、それで睡眠時間も削っている、それでも頑張ってしまった人が鬱になったりするわけですから、自分が疲れてるっていう状態を感じてそれをきちんと休めるってことがものすごく重要です。それを先ほどの言葉で言い換えると自分のエネルギーを大切に使っていくということになるわけですね。これっていうのは一朝一夕にはできません。なぜならばそれが鬱になっている原因の一つであり、昔からの皆様のメンタルがやられている人の鬱になっている人の特徴でもあるわけですから、だから一朝一夕では治せないけども、普段から意識しながら少しでも無理をしないように自分の今の状態を感じ取りながら、エネルギーの残量を感じ取りながら今できることをできる範囲でやっていくということが大切なんですね。カバサーがよく言う言葉、カバサーの好きな言葉の一つでこのできることをできる範囲でやっていこうということがあるんですけど、これは本当にメンタルの患者さんに当てはまることで、できないことを無理してやってしまうからメンタルがやられてるわけですよ。できることをできる範囲でやる人はメンタルがやられないですね。これはね、無理してやってしまうので徐々に疲労していくし、脳疲労も起こってくるし、体の疲労も起こってきて最終的にメンタルがやられてしまうということになりますので、ということで療養のコツとしてはエネルギーを大切にするということなんですが、具体的なアドバイスとしてはできることをできる範囲でやっていこうということです。うつ病が治る療養のコツベスト2はリラックス。リラックスって言葉で言うのは簡単ですけど、実際は難しいです。リラックスっていうのはのんびりするということです。のんびりするというのは心も体ものんびりとするということです。心と体がのんびりとするということは脳の中ものんびりとしないといけません。ですからソファーに寝っ転がって、ああなんで俺病気治んないんだ、どうしようどうしよう、このまま1年後も2年後も3年後も復職できなかったらどうなるんだ、俺の人生ってもうダメだみたいなことをソファーに寝っ転がって考えてる人は全くリラックスしてないということなんですね。多くの患者さんが
が間違うのは、そういう風にソファで寝転がったり横になったりしてればリラックスだろうということなんですけど、全くリラックスじゃないです。それは脳の中も含めて、逆に言うとぼーっとした状態であるとか、まあ分かりやすいとお風呂とかに入った時にホワーンとしたことでなんかぼーっとしてる状態ってあると思うんですけど、それがリラックスした状態ですね。なので頭の中で不安だ心配だどうしようっていうことを全力で考えてる方っていうのは、これはもうリラックスではないんです。だけどうつで自宅療養です、あなた2週間家で療養してくださいって言われた時に、ほとんどの人は頭の中を忙しくした状態で横になってるんです。それは治らないですね。療養になってないんですね。なのでこのリラックスというものを意識してほしい。逆に言うとリラックスの逆は緊張、あるいは不安ですね、あるいは忙しいということですね。あとよくあるのが、メンタル疾患で療養中の方暇だからって言ってスマホ見たりゲーム見たりするんだけど、人間の脳って光るものを見ると興奮するようにできているので、スマホ見たりゲームしたりすると脳が興奮するんですよ。これまたリラックスの真逆なんですね。リラックスの反対は緊張、不安、そして興奮です。なので1日1時間とか2時間ぐらいやる分にはそんなに問題ないと思いますけども、1日朝から晩までずっとゲームやってるとか、1日朝から晩までスマホやってるってことになると、間違いなく脳は疲れます。脳を休めるっていうことがメンタル疾患の療養なわけですから、脳が疲れさせることをするってことはメンタル疾患を悪化させるということなんですね。なので皆さん、自宅療養って言って家でソファに寝転がりながら不安なことを考えたり、ソファで寝転がりながらゲームをしていたりスマホをしていたりってことは、ちっとも療養になっていないということです。ちっとも予期が良い方向に向かっていないということです。これをちょっと注意してほしいんですね。主治医の先生は家でのんびりしてくださいねとしか言わないので、その具体的にのんびりってどういうことなのかっていうことをちょっと今ね、詳しく解説してみました。うつ病が治る療養のコツベスト1は睡眠運動朝散歩で生活習慣を整えるです。カバさんいつも睡眠運動朝散歩やろうねっていう風に言ってますけども、具体的なやり方は過去動画で説明しているので、なぜ睡眠運動朝散歩がメンタル疾患の療養で一番重要なのかっていうことを言いますと、例えば先ほどソファに寝転がって不安なことを考えないようにしましょうねっていう風に言いました。でも今動画を見ててうつの状態のあなたは、いやそんなこと無理、どうしても不安な考えが浮かんできてしまうんです、その考えを振り払おうとしても振り払おうとしても不安な考えが浮かんできてしまうんですっていうことをおそらくおっしゃる人がほとんどなんですね。そのための手段として睡眠運動朝散歩ということを、体を整えるっていうことをしましょうっていうことです。私もずっと35年精神科医をやってますけども、最初はそういう心理療法であるとかカウンセリングのようなことでメンタルを整える、さっき言ったように不安なことを考えないようにするにはどうしたらいいかっていうね、別なことを考えようとか、いろんなやり方があると思うんですけど、そういったことをやってたんですけど、それができる患者さんってほとんどいないんですね頭の中を整理したり心を整えたり心を整理するってことが上手にできる人っていうのはほとんどいないんですよ。ほとんどいないというか、世の中にはいるんですけども、そういう人はメンタル疾患になってないんですね。だからメンタルにアプローチすると良くならないんですね、不思議なことに。じゃあどうしたらいいのって言った時に、体を整えるっていうところから入った方がやりやすい。睡眠を7時間以上取ろうっていうのとか、朝5分から15分ぐらいの散歩をしようっていうのはまだやりやすいと思うんですね。例えば朝5分の散歩をするっていうのは気力と根性でなんとかなるものなので。不安ってなんで起きるかっていうと、扁桃体の興奮なんですね。扁桃体ってなんで興奮するかっていうと、睡眠不足になると扁桃体興奮します。あと運動不足になると、そういった脳の過剰興奮に対してブレーキをかけられなくなるので扁桃体は興奮します。あとセロトニンが低下してくると、扁桃体に対して感情の整理というものができなくなってくるので、やはり不安というものが強まる。朝散歩をすることでセロトニンが高まりますよね。つまり睡眠運動朝散歩をすることで、体が整うと同時に脳の機能というものが正常化してきます。うつ病の皆様方、そしてメンタル疾患の皆様方は正常よりも脳の機能が下がっている状態、それによってうつというやる気が出ない状態が起こったり、不安という心配な感情が強まったりすることが起こります。脳の機能が下がっているから、そういう手術の症状が起こってくるんです。だから脳の機能を正常に戻せば、そういったものは軽減
減していきますし治っていくわけですね。じゃあどうすれば元に戻すのかというと、しっかりと睡眠をとるということ、定期的に運動するということ、朝散歩をして太陽の光を浴びると、ステロトニンを活性化するということ、睡眠運動朝散歩をすれば下がっていった脳の機能というものは上向きになるんですよ。どれだけやれば上向きになるかというのは個人差もありますけど、睡眠運動朝散歩をやっていくと必ず今よりも上向きになります。なぜならば今まで睡眠不足だし家に閉じこもって運動もほとんどしなかったし太陽の光も浴びてないわけだから、今皆様方このぐらいの状態にいるわけですね。ですからそれをちょっとずつ改善していくと脳の機能もそれに従って改善していくので、メンタル疾患は脳の疲労というもの、脳の疲れというもの、あるいはそういう神経伝達物質、脳内物質のアンバランスというもの、こういったものは睡眠運動朝散歩によってかなり整ってくるんですね。なのでまず生活習慣改善、睡眠運動朝散歩をやろうねといつも言ってるのはそういう理由でございます。今日言いませんでしたけど、きちんと病院に通院して薬をもらってそれを飲むということ、通院服薬、そして心配なことや困ってることを主治医に相談するというのも大切です。あと禁酒、あと禁煙、お酒というものは睡眠を悪化させますし鬱を悪化させるので、うつ病の治療する人は 100% まず禁酒してほしいです。あとタバコというのも睡眠を悪化させて交感神経を優位にする、先ほど言ったリラックスと真逆の状態を作り出すのがタバコなので禁煙もしてほしいですね。今日言った3つの療養以外にも重要なポイントっていうのはあるんだけど、いろいろなことを鑑みた結果、樺沢が最もうつ病そしてメンタル疾患の療養において重要と考えるのが、1つ目で生活習慣改善、睡眠運動朝散歩ですね。2つ目がリラックスです。3番目がエネルギーの無駄遣いをしないと、やれることをやれる範囲でやってくださいという、この3つに集約されると思います。ということでカバチャンネル、今まで4000本以上の動画を上げてきましたけど、その中でもメンタルの療養、うつ病の療養ということでカバサーが最も重視する3つのポイントを挙げましたので、ぜひですねやれる範囲でやっていってほしいなと思います。やれる範囲でやって、やればやるだけ必ず病気は改善していきますね。やらないと今のままです。今言った療養のポイント、3つのポイント、やればやるだけ改善していきますので、ぜひねやれる範囲で少しずつでも、まずは睡眠運動朝散歩あたりからやってほしいなと思います。